자, 요. 포테치스키. 나 何ですか これ。 いやいや、 プロ野球 ポテトチップス。 大好きですけど、 僕は コンソメが好きなんです。 いやいや、 これコンソメなんです。 いや、 薄塩です。 あ、 薄塩か。 これ全部薄塩か。 なんで コンソメ。 でも これ知ってるか。 こういうのあるの。 まだあるんですね。 あるよ。 これは大人気で。 あ、 そうなんですか。 いや、 それで、 はい。 これを一つ選んでもらって、 はい。 ここにカードが2枚。 はい。 この選手に知らなくても語らなきゃいけない。知恵を振り絞って。いいですね。いいですね。ほんなら2枚あるから1個1個取って。あ、そうそう。その選択権はあっちゃんにやるけど、見せないで。わかりました。上か下かで。はい。選んで。じゃあこれ。これでいいですか。あ、取って。袋貸してる。激しいですね。これ食べていい。いや、食べないでいいです。 見た？見てませんよ。それはね、すごくいいカードだ。あ、マジですか。喋りやすい。上か下か。下ね。はい。はい。山田哲人。わあ、これは話しやすい。話しやすい。でも、話すポイントとすれば、今後の期待と今の状況、そういうことを話してほしい。今後の期待っていうのは、もちろんトリプルスリーをね、何度もしてる選手ですし、まあ昨年その、 長期契約してね、生涯ヤクルトというふうな、もう選手になりましたし、まあもう日本を代表するような選手ですよね。給料どう、あの契約を見て、高いか安いか。それ僕に言わすんですか。いやいや、それはどうなんやろうなと思って。ちょっとびっくりしましたね。びっくりするよ。ヤクルトが。あそこまで出せるんやと思って。そう。これはだから山田もやっぱり、これからやっぱその給料のことをね、みんなやっぱり、 比較されるじゃないですか。だから苦しいと思いますよ。看板だからな、ましてや。でまあちょっとね、今シーズン見てると、さっきも言いましたけど、ちょっとこう足の状態が良くなくてね、本人も歯がゆい思いをしてると思いますんで、まあよく僕らの時もその30になって一回もう一回鍛え直したら、あの寿命伸びるっていうようなことをよく言われましたけど、山田選手も、どちらかというと、今流行りのそのウエイトトレーニングしてね、体でかくしてボールを飛ばすっていうタイプじゃなくって、やっぱり、 スピードね、綺麗でボールを飛ばすっていうような選手なんで、これからやっぱだんだんこうね、年齢いくと、やっぱり柔軟性と瞬発力が押してくるじゃないですか。そこをこれからどうやってカバーしていくのかっていうのが注目したいですね。でもあれだよな、その求められてる数字がトリプルスリーだからね、辛いと思うよ、やっぱ。それでやっぱりね、チーム反応してくれる。辛いですよ。そりゃ辛いですよ。だって。<笑> もう3割20本じゃダメだって言われるんですけどね。そうだね。そら大変ですよ、これはね。<笑>それから。そう。で、何言うか忘れましたよ、私言われちゃった。だから、うん、チームがね、あと優勝ということがまた欲しいですよね。まあ、称号としたらね。やっぱり2015年にね、優勝してますけど、やっぱり山田選手が、 こうバリバリ主力になってからっていうのはね、ちょっともう一つチームが優勝というね、絡めてないじゃないですか。まあその辺でもやっぱりチームの中心としても、まあ個人成績もそうだし、やっぱチームのやっぱりこう優勝、チームが勝つということに対してもね、山田選手だからこそというふうなね、そういうふうななんかこの存在感、もちろん数字ではもう存在感、プレーで存在感あるんですけど、まあその辺はやっぱりこれからなんかどんどん出していってほしいなと。まだ若いですからね。 28でしょ。まあ、例えばさ、あっちゃんなんかさ、やっぱFAを使って、まあ、阪神には行ったけど、やっぱ高額になってくるわけじゃない。はい。そのお金に対してのプレッシャーっていうのはあった、やっぱ。あれだけやじられたらそうなりますよね。あの、金返せ、金返せ言われたら、気にしなくても、気にになりましたよ。ああ、そうやと。当時タイガースっていうので、1億円以上もらってたら、いなかったんですよ。で、関西人は金がうるさいから。もう金返せ、金返せ、うるさかったんだから。いや、 なんか言いましたよ、税金も払ってるで言うて。税金払ってるでと、たくさん。だけど、大型契約するとさ、やっぱそういうところも気になってくるだろうな。まあ、成績がいい時はいいと思うんですけど、悪くなったらどうしても人っていうのは、そういうとこを言ってきますからね。まあ、絶対そうだよな。日本でこれだけの長期で、これだけの金額っていうのをね、もらえる時代になったという。まあ、そうだな。これは、ね、井川さんと今そうです。落合さんがね、やっぱ1億円突破されて、 やっぱり球界の年俸を上げてもらうわけじゃないですか。まあそうそう。まあそういう面では球界に貢献してもらうというふうなことを言えるかも分かりませんし、本人というのは周り以上にプレッシャーというのは感じるかも分かりませんよね。だからプレッシャーに負けないでほしいよな。
ん、そのためにもやっぱり体調という面でね、うん、まあ、今もその足の状態の話をしましたけど、うん、万全でやることが一番大事になってくるんじゃないですか、ね、まあそうだよな、はい、はい、次柳田悠岐、これすごい M2 人を入れてくれましたね。いやすごいよな。いやここはもう柳田山田って出てくるって珍しいよ。2人ともトリプルスリーですよ。なあどう柳田、まあちょっとね、去年一昨年怪我勝ちどうなのかなと思ったんですけど、去年まあやっぱ見事なね復活というか、うん、柳田らしいスイングが戻ってきたんでね、一野球ファンとしては安心というんですかね。なんか薄いね。いやどうですか柳田見られてて。いや柳田はやっぱこうあれだけ振るしさ、体に結構負担かけてやってるなっていう、そういうのは思うよね。あそこまで振らなくてもボール飛ぶんじゃないかなと思うし、なんか多分すごくね多少のこう据え気味というかね、うん、あれだけちょっと軸をずらしながらも振れるっていうのは相当体がね柔らかいと思うんですよ。見てても柔らかいし動体視力も長けてるもんがあるよな。ただすごく皆さんそのフルスイングのことばかり言われますけど、やっぱり状況によったりね、追い込まれたらバッティングを変えれるというふうなところがやはり高打率、まあ選球眼もいいわ。高打率をね、やっぱり選球眼いいってことはボール長く見る、だから逆方向にも出るってことじゃないですか。それがやっぱり柳田選手っていうのはその辺のやっぱりケースによってのやっぱりやり方というんですか、その辺の考え方っていうのがやっぱり長けてるというふうに感じますね。サイズ的にはさ、はい、あっちゃんと変わらないじゃない、はい、88ぐらい、はい、でもすごく柔軟だよな。昔の人ってさ大きかったらなんか柔軟性がないとかさ。僕のこと言ってますか。いやいやそんなことない。なんか今トゲがありました、ね、トゲは全くないトゲはないよ。でもね体が柔らかいですよね。やっぱ柔らかい、なんかこうグニャグニャしてるって、うん、だからパーンというヘッドのスピードが速いっていう風なね、うん、衝撃的な選手ですよね。だから、うん、これだけのその、まあ、タッパがあって、うん、これだけのやっぱりそのスピードが出るって、まあ、足も速いっていうことはやっぱりなかなかこういう風な選手も出てこないじゃないですか。勝負強いしな。で、まあ、すごく人間的にもすごくいいって皆さん言われるじゃないですか。偉そうにしない、うん、その辺もなんかこう好感持てますね。いや昨年でも最初の得点、はい、1点目に絡むケースが7割ぐらいあるんだよね。その帰ってくるケースもあれば、はいはいはい、打点を上げるケースもあって、やっぱこうなくてはならないソフトバンクには存在なんだけど、もう体が本当どうしても心配になるんだよ。だからもうあれだけ振ったらね、うん、相当体が傷んでるだろうってことでしょ。そうそう傷んでくるだろうと。そうそうそう。だからまあ今それをまあ彼の場合トレーニングでね、うん、もちろん補ってると思うんですけど、まあ、彼ももうある程度そろそろ30超えてきて、これからだからどうなっていくのかなっていう、みんなまあ昔速球派がね技巧派にこうチェンジするって言うじゃないですか。これだけ振らなくてもボール飛んでいくなって思いますけど、うん、でもこれだけ冬からこそ柳田選手と、まあ、魅力があるよな。気持ちいいじゃないですか。まあまあ確かに、ね、でも山田哲と同じで大型契約してるよ ね、 ね最近さ、はい、FA 手挙げたらもう戻れないっていう感覚あったでしょ。僕らの時はね戻れたんです。いや戻れたけど、はい、でもなんか相対的に戻らないという、はい、戻れないっていう、はいはい、なんか感覚があったじゃない、はい、でも昨年あたりからはなんか FA してまだいるという、なんかこう FA も変わってきたよ。いや皆さん僕らの時なんでね、 FA でパからパとかセからパなんていうのは考えられない。考えられない。 FA は巨人とか阪神に行くもんだというふうな手段だったわけじゃないですか、うん、今はでもそのパリーグからパリーグなんていうね、うん、こともありますし、これ何が変わってきたのかな。やっぱりね周りを取り巻く環境じゃないですか、うん、やっぱりその日本に北海道、楽天が東北、ね、そういうふうにまあうまいこと散っていって、やっぱりその地元でのやっぱ人気度とか、うん、であとはやっぱり中継っていうのがね、やっぱり全試合今あるじゃないですか、うん、で地上波がなくなったというところで、昔みたいにその巨人の一極集中じゃないような、うん、まあ、時代になりましたよね、うん、ほらまたそのみんな巨人ファンじゃないですか、まあ、そうそう、テレビで全国ネットするんだから、だからセ・リーグの時はね、それは巨人戦の放映権でみんな一部反対した時代じゃないですか、まあ、そうそう。今逆指名でも巨人っていう選手が減ってきたじゃないですか。いや減ってきたな。だその辺でやっぱりみんな、あとやっぱりお金額がやっぱり上がってきましたよね。だからどこも出せるようになってるってことでしょうね。まあ、そうだって日本人がメジャーに行く時代でメジャーで20億円稼ぐ時代だったんですもん。まあそりゃそうだな。僕らの考え方は年間だろ。年間ですよ。僕らは日米野球出た時ね、みんなもあいつらが1000万とか1億で、僕ら1試合20万やったじゃないですか。あ、そうなの
またもうちょっとやりましょう。なんだ、なんだ。板さんのチャンネルでしたよね。そうだよ。お前が勝手に締めんなよ。まあまあまあ、でもね、あのこの2人は山田哲と柳田ね、この2人はもう日本球界を背負っていってくれなきゃいけない。まだまだまだ2人だらけしね。それでも日本球界にもうやっぱり 名が残る2人だと思いますし、もちろんこれからまだ絶頂期を迎えてね、もちろんあのそこから人間、まあ、スタートからゴールがありますけど、まあ、その最後までね、あのどういう風になるのか見てみたい選手ですよね。まあ、そうだね、セットパンに分かれたけどね、それがまたいいじゃないですか。まあそうだね、はい、はい。